どうも皆さん、こんにちは、ゆうきです。今回もこちらのチャンネル、そして詰将棋をご覧いただきましてありがとうございます。さあ、詰将棋196段やっていきましょう。今回ご用意してきたのは17手詰めの詰将棋ですね。これまた非常に多い詰将棋だ。ではこちらの方を頑張って皆様に解いていただこうかと思います。それでは駒の配置を読んでいきたいと思います。玉型21金、22飛車、31玉、32銀、33銀、42角、43金です。攻め方、12金、13銀、41角、23飛車、53銀です。そして持ち駒に金が1枚ということで、こちらを使って31玉を詰ませてみてください。それでは1分間スタートします。では解説の方させていただきますね。ここまで皆様ご視聴ありがとうございます。まずは2一飛車成とこう聞きますね。2一飛車成で飛車取りまして、同金で取ります。で、同銀なり同銀ですね。同銀なり同銀で2一飛車打ちということで、ここに飛車打ちまして、でこれは同銀ですね。同銀で取りまして、まあ相手に飛車を渡すような形なんですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、同銀でこう取りまして、2二金とこう銀を取っていきます。で、同玉ですね。はい、同玉で来ました。で、2三金打ち。これは下がるしかなくてですね。3一玉。3二銀打ちですね。3二銀打ち。3二銀打ちで同銀で2二金ですね。2二金打ち。で、4一玉ですね。4一玉。で、まあ、これは金どっちでもいいでしょうね。3二金と寄せまして、5一銀。で、最後は、5二銀または6二銀と、これどちらでも一応積むことになります。ここまで17手詰めということで、ぴったり積ませることができました。では、もう一度やっていきたいと思いますのでね、駒を元通りに戻していきましょう。これが一番大変なんですよね、いつもね。銀。はい、これで大丈夫ですね。はい。はい、ではもう一度解いていきましょう。はい、まずは2二飛車成とこう飛車取りまして、同金同銀成、同銀成同銀、同銀、2一飛車打ちで同金、同銀で2二金で同玉、2三金打ち3一玉、3二銀打ち、3二銀打ち同銀、2二金打ち、4一角、失礼しました。4一玉、3二金、5一銀、5二銀打ちまたは6二銀打ちまでということで、以下ここまで17手詰めということで、今回の詰将棋は以上となります。
はい、明日の詰将棋なんですけども、25手詰、用意させていただいております。またこれまた非常に多いですね。ただ、前にもね、話した通り、第200回記念にはですね、私が作った中では最も多い31手詰の詰将棋を用意させていただいておりますのでね、ぜひそちらの方をお楽しみください。それでは最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。